ティムベアは、リモートデスクトップ、デスクトップ共有、オンライン会議、ウェブセミナー、コンピュータ間のファイル転送用の独自のコンピュータソフトウェアパッケージである。ティムベアは、マイクロソフトウィンドウズ、マック OS、Linux、Chrome OS、iOS、Android、Windows RT のオペレーティングシステムで使用、可能である。ティムベアを実行しているマシンにウェブブラウザでアクセスする。 ことも可能であるアプリケーションの主な機能はリモートデスクトップだが、さらに共同制作やプレゼンテーションの機能が含まれている。ティムベアは非営利のユーザーは無料で使用できる。さらにビジネス、プレミアム、コーポレートの各バージョンが用意されている。ティムベア有限会社は2005年にドイツの月品面に創設された。 英国に本拠を置く飛行開投資会社パーミラは2014年に米国のオスカロライナ州ダーラムのソフトウェア開発会社グフィーソフトウェアからティムウェア GMBH を買収した。同社はエアバカップというオンラインバックアップクラウドサービスも提供している。2019年9月ティムウェア GMBH はティムウェア AG としてフランクフルト証券取引所に 株式上場を行った。2020年、ティムウェアソフトウェアはナインティ1 9のロックダウンと何百万人もの人々のリモートワークへのシフトにより大幅に需要が拡大した。2020年7月、ティムウェアは拡張現実ともののインターネットの提供を拡大するために拡張現実企業予備マックスを買収することに合意した。日本法人、ティムベア。 ジャパン株式会社は東京にオフィスを持つ。ティムベアは4096ビット RSA 秘密、公開権交換とアドバンストエンクリプションスタンダード、アイスセッション暗号化に基づく暗号化に要素認証、異常なアクティビティでの強制パスワードリセット、および信頼できるデバイスのリスト機能が含まれている。ティムベアや類似のサービスは かつて電話による技術サポート詐欺に使用された。犯罪者はランダムにまたはリストから電話をかけ、マイクロソフトのような会社の名前を使用して、被害者のコンピューターがマルウェアに感染したと勘違いさせるようなコンピューターサポートサービスを提供すると主張するのである。遠隔操作サービスをインストールすることで攻撃者がコンピュータにマルウェアを感染させ、被害者に コンピュータへのアクセスを許可させ、個人ファイルを削除したり、コピーしたりするのである。この詐欺を調査しているワイヤード氏のジャーナリストが、詐欺師により、ティムベアをインストールするよう求められた。2016年3月には、サプライズという名前のランサムウェアが、他の流通手段がある中で、感染経路として、ティムベアの脆弱性を悪用していたことが報告された。2016年6月には、 何百ものティムベアユーザーが中国の不正な住所や不正使用された銀行口座からコンピュータにアクセスされたことを報告した。ティムベアは直接的にハッキングされたことを否定したがサービス妨害攻撃があったためサービスが誤動作で接続不能になった。二千十七年三月、英国の ISP であるトークト o クグループは顧客をオンライン詐欺から守るため一時的に ティムベアサービスをブロックした。リモートデスクトップ。ティムベア。ティムベア十八オーガスト2021へ閲覧。ティムベアフォーマックティムベア二千二十一年八月十八日閲覧。ティムベア。ティムベア二千二十一年八月十八日閲覧。ティムベア。グッケルプラグーグルー。二千二十一年八月十八日閲覧。ティムベアリモートコントロール。 アップストア、アップル、2021年7月27日閲覧。ティムウェア、リモートコントロール。Windows Store、Microsoft、2019年11月19日、閲覧。ティムウェア V4 デスクトップ。コラボレーションアップナウマック。コンパチブルフィリップ・マイケルズ。マクワールド。ハットアーティクルコンリングスクリーン。シェアリングソフトウェア。セスローゼンブラット。C ネット。 ダウンロードブログハット、ティムベア5法リナックスリリースド。サポート .teamviewer.com。2010年11月24日閲覧。ティムベアフォークローンブックス、ワークベターオンザノー。ティムベアブログ、2016年1月13日閲覧。ティムベア iPad App プ r o v i s e Remote、Access to PCS Devit r クムスワイヤーハット。 アップフォーアンドロイドリリースド。ティムベア2010年11月25日閲覧。ティムベアタッチアップフォーウィンドウズ8リリースド。ティムベア2012年12月10日閲覧。スピック、ジェフ、ジョインザクラウド、ティムベア4.1、CMS ワイヤ、httpwww.comswire.com、CMS エンタープライズマイナス -20。 ティムウェアーズインスタントメッセージングツーオンラインコラボレーションソリューションマイイナスレレ0 0 4 4九八 p h p インギャジェットインギャジェット二千十六年五月三日閲覧ティムウェアユーズケースリモートサポート二千十六年五月三日閲覧パーミラファンズーアクワイアリーディングソフトウェアファームティムウェアフロムグフィーソフトウェアパーミラ二千十五年七月二日閲覧 パリッシュ、ケビン、ティムベアイントローズエアバカッ,ップ、クラウド、バックアップ 4SMBS。トムズ IT プロ、2014年5月6日閲覧。ティムベアプランズイッツイニシャルパブリックオフェリング。ティムベア、2020年3月22日閲覧。シーイングエクストラデマンドオーダーズアミット。コロナウイルスラクドオンズ。ティムベア CEO せず。CNBC。 2020年5月12日閲覧。ロイタースタッフ、ティムベアバイオーグメンテッドリアリティファームユビマックス。ロイター、https、w w w ロ o タ t ドッ c o m アーティクル、AS ユビマックス MA ティムベアアイダスコーシアン、日本 G1MF2020 年9月16日、閲覧。リモート接続ソリューションのティムベア、タスクプロジェクト管理ツールジラとの連携を強化。 pr タイムズ s 2020年3月24日閲覧ティムベアイントロデューセスニューセキュリティメジャーズツーセワートハックスピークマグ u k h t t p u k ピークマグ u g c o m ネットワーキング81992ニュースティムベアイントロデューセスニューセキュリティメジャーズツーセワートハックス2018年7月13日閲覧 How what h a p p e n プレイヤーロングウィズ、a マイクロソフト、テックサポートスカム。ワイヤード UK、2016年5月3日閲覧。ラン。マンレコーズフォーンスキャマーズ、リスンラーンホワットノットトゥーゥ、マクリーンズマガジン、RU、サプライズドバイニューランサムウェアスプレッドビアティムベア。INFORMATIONSECURITYBUZZ.com 2016年3月23日閲覧。サプライズランサムウェアインスタウルドビアティムウェアエクセクツフロムメモリー。ブレッピングコンピューター LLC2016 年3月23日閲覧。ティムウェアディナイズハックアフター PCS ハイジャクトペイパールアカウンツドランド。ザレジスター2016年6月3日閲覧。ハックサスペクテッドオンティムウェア。 アフターユーザーズレポートアンオーソライズドコネクションズ、トレンドミクロ2016年6月3日閲覧ホールカットブリッド ISP トークトックブロックスコントロールツールティムベアザ・レジスター2017年11月16日閲覧ありがとうございます